ドン。Hey guys, my name is わさもんない人よみち。改めまして、推しがすぐ死ぬ男わさもんです。よろしくお願いします。毎日アニメリアクション動画を YouTube に投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、オッドタクシー第6話。なんでやねんが聞きたいよ、です。ホモサピエンスの話なんかな。そこしか該当する人物がいないんだよなーって感じ。はい、ということでね、前回の第5話おさらいです。なんつうかね、三ツ矢ちゃんが、田中とつながってたり、山本はデータを欲しがったり、ドブと白川さん会ってたり、ボールペンがね、山本の手に渡りましたね。で、柿花はお金借りてまで、何ちゃんだったっけ、市村ちゃんに会ってますね。で、カバが捕まえる動画、捕まえるぞみたいな動画を出して、それがなんか1000万回再生してるっていうのがあったり、で、アイドルオタクの今井くんが10億円当たったり、いろいろお話進んでおります。剛力がでも行方不明っていうか、電話に電話いう状態だったんだけど、なんか大戸川と会ってんだなと思って、それがなんかちょっと引っかかったぐらいですかね。まあでも分かんないこともね、まだまだありますが、なんか徐々に多分つながっていくんだろうなという感じなんでね、もう早速第6話見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。半分だね。半分。全13話のうち半分。今回でいきます。それでは Amazon プライムで再生していきます。3、2、1、スタート。安定のオープニング始まり。これはいつ出してんのかな ?1 月。1日なのか2日なのか3日なのか4日なのかな、わかんないけど、多分2日くらいに出してんねんかな。マジでさ、アイコスを買ってさ、良かったことがさ、アニメ見ながら吸えるんだよな。今まではさ、紙タバコだったから灰のこととか考えたらね、ちょっと嫌だったんだけど、灰出ないし便利だなって感じ。でもね、多分俺タバコやめそう。吸いたくないもん。なんかアイコス美味しくねえわ。本店に2台買ってすぐ言うなよって話なんだけどね。本編開始。そうね、次回予告で喋ってたもん。そういえばあの時お金払ってなかったね。宝くじか、番号だ。神様、マネージャーが10億だもんな。なんでツイッターに載せたんだよ、バーカー。バーカー、顔出しでやってんじゃねえよ、お前。
パクられそうな気がする。タクシー代を払えばいいんだ。白川さんだ。いるよ。おお、歌舞伎町。キャバクラ。ホワイトドルフィン。なんか転落しそうだな。あ、やばい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 。やばい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 。やばいな、これ速攻で潰れそうな気がする。宝くじパクられそうだな。柿花がパクるとかないよな、大丈夫だよな。キャバクラって行ったことないけど、こんなうるさいの。白川さんがメンヘラになってるよ。冷た。二度と俺に関わる。田中やん。田中やん。やばい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 。田中やん。やばいって。やばいぞ。切れた人間は何するか分かんないもんな。足音立てんなよタコ。お、ダイアンが来た。お前もここで。お、でもうまいこと時間稼いでくれてんな。え？ダイアン撃たれてない。大丈夫やった。本気やで。家おるやん。もうお前余計なことすんなよ。ボールペンがつかねえ。いるんだよな。
ほう。ほう。まあ今言われてもね。なんで女ってこの思考にいたの？バカなんじゃないの？本当だよ。今日は言われてもな。で、被害者ずらすんの。なんか白川さんがすごい嫌な女に見えてきたな。アイキャッチ B パート。ラジオ。言ってないのかい。
牛島くんだ。柿花。長いな。お前まだパチンコ行ってんの。おう、長島くん。おやおや、どうした？闇金に手出すなんて。出待ちおるやん。お前だけか。お前だけだったか。本編登場やん。おう、ほう、ドブじゃないんだよな。やばいね。大丈夫か。ほう。今ここでちゃんと合意をね。
はあ、なんだ？なんだ？プロデューサーってこんな感じなんやな。なんと。絶対期待してない言い方よ。なんでおんの？二階堂ちゃんだよね。お前らか付き合っとんのってなんか言いよったな。マネージャー公認なんや。なんかエンディングが違う。やべえな、全部埋まっとるやん。すれ違うな。コンビ内格差。吉本ミュージックジャパン。わあ、つらい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 。つーら、次回予告。ちょっと待って、かけはなボッコボコやって。かけ花大丈夫？ボッコボコやったよ。
いやー、第6話で起こったこと。田中八方で、キャバクラで柴垣と今井がバイトしてる。白川さん家まで来る。でドブと4年付き合ってて借金がある。で患者情報リストを渡した。でドブは銀行強盗計画中で、小戸川はそれの手伝いをするふりをする。で柿花闇金で長島本編登場して、カバは田中のことをドブと勘違いしてる。で二階堂ちゃんと馬場が付き合ってる。でマネージャーは知ってる。お、2.5 話のあれじゃん。お笑い芸人と付き合ってるが、これが二階堂ちゃんか。他なんだ、なんだっけ、前回の第5話で三ツ矢が人を、二階堂さんって人殺したそうじゃないみたいなこと言ってたもんな。でも今確実に分かってんのが、パパ活とお笑い芸人と付き合ってるだから、あとの7個が分かんないのか。1,2,3,4,5,6,7。まあこれが大きい隠し事か小さい隠し事かは分からないけれどもって感じか。あーもうなんだ、疲れるなこれ。柿花やばそうだな次回。まあどうなるんだろう。すげえ面白いから、もうまたね、もうこのまま第7話を見ていこうかなと思っております。はい、もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。はい、ということで、オッドタクシー第6話、なんでやねんが聞きたいよでした。ありがとうございました。ならね。